よし。じゃあ、前回に続きをやっていこうと思います。もしよかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。前回ね、シャンパーニュの塔に行って、レベルの差を思い知らされたので、ちょっとレベル上げをして、シャンパーニュの塔を攻略したいと思います。レベル上げプラス、武器とか、ちゃんと揃えて、いきます。満タンかな？ちょっとね、欲しいアイテムがあって、それをまず買いに行きます。クイーン。強くなった。ルーラで。多分この辺の敵は楽にやれないな、これ。どうしよリー。ニコル・フェンデラー。どういう意味かけたか。おお、2発で倒せるようになってる。めっちゃ覚えるね、呪文。何覚えた？ラリフォー・ピリオブ。何を。クイーンか。一応。もうこいつも怖くないから。いや、やっぱり攻撃力は大事だね、攻撃力。火力がマジで大事。
一発でやれたっけ？避けられた。効果力でさ、一気にやられなかったら。来た、来た、来た。やばい。防御力上げたいよね。できたら。めっちゃ呼ぶやん。まあレベル上がるから嬉しいけど。でかっ、54。もうレベルも上がった。いいね。ちょっと寝よう。ちょっとね、寝ます。その前に間違えてきちゃったんでやばい、ぼーっとしてるかも。武器屋がやべえ、見えた。鉄の盾欲しいよね。700。鋼の剣はちょっと高いから。鉄の盾を2つ買っておきたいところ。ではある。あ、一発目いけた。メリーもなかなかの火力になってるね。いいね。教えて。一気にね、畳みかけられると本当に危ないから。魔法使いいないから、マジで全体攻撃できないからね。
抜かりなくね、回復していく。序盤、中盤、終盤。抜かりなく。集中攻撃食らったら終わるからね。HP、 敵の HP も裏があるんだね。やば、これはまずいかもしれない。夜になると違うやつ出てくるのか。魔法とか打ってこなかったら余裕。こいつ潰しとかないと。よし、溜まった。さらにこれ寝ても帰る。神田隊になんかやられたんだかもしれない。
2本欲しいよね、縦は。26、45、29。意外と遊び人の防御力高いな。5上がってどれぐらい防げるかな、敵の。見物。2減ったか。さっき9だった気がする。ちょっと まだ安心できる感じではないね。ムラがあるから、攻撃にも。マジか。いや、この敵やべえな。いや、しびれさせてくるのか。マフィアあれだよね、戦闘が終わったらどうでもなかった。治療、寝たら治るんだっけ。無料で寝れるというね、暖かさ。冒険しよう。
あ、全然うまくない。美味しくない。HP もお金も。レベル上がった。なんかレベル上がるにつれて微笑むようになってきてるんだよね。にっこり笑ってることが多くなってる。達観してんのか。キラービー、麻痺さえなければ、すごくうまい敵だね。おいしい。薬草？メリー。やば。なんとか。やばいっすよ、それ。よし。麻痺攻撃、怖っ。寝なきゃ。ルーラーできないし。MVP 足りなくて。全員麻痺になったらあれだよね、確か。全滅判定だよね。梱包ってないんだっけ？アイテム屋さん。22か。かぶってなかったのか。キャタピラー。ポケモンのキャタピーっていうのは、こっから取ったのかな？
口で洗浄してみよう。おお、はじめあんだけ苦労した敵が今ではもう相手ではない。4匹出たらどんなもんなんだろう。出費でかいぞこれ。全然うまくない。やれんかった。しかもいや全然うまくない。美味しくない。ありゃ、6だったっけ、なんか値上がってるような気もする。5ゴールドだったっていうような気がするけど、思い違いかな。ああ、カザーブの位置の周りだな。そしたら、怖すぎ。ワンチャン一発でやられる、二発でやられる可能性ある。19でしょ。多分、伸びしろっていうか、幅があるから。
先に潰しとかないと、本当に。麻痺させられたら、本当に。本当に本当に。厄介。マジで戦闘2人やられたらもうおしまい。キラービーは。戦闘2人が麻痺したら、もうそこで試合終了。だから全力で倒す。お金とかね、めちゃくちゃ入るから。全員麻痺して死ななかったら、めちゃくちゃ、いいよ。ちょっと待って、一旦ちょっと、装備できるか。装備できない。ってことは、ウィンも無理。え？で、聖堂の盾を装備できるかどうか。できないか。売り値どれくらいなんだろう。一旦ね。HP も高い。でもまだまだだろうな。この、後ろの二人がマジで被弾が、でかいから。もうちょっとレベル上げないとダメだろ、きっと。やばい。ヒアリか覚えてないのかな。どっちみち無理か。寝なきゃ。いや、もったいない、お金が。裏で、間違えた。
戻ってる。できれば鉄の鎧をね、買いたいよね。ご意味をかましまして、やばそう。毒とかマジで厄介すぎる。こっからはまたモンスターが違う感じなんだね、きっとね。やばい。怖い。マヌサ。うわ。やばいっす、それは。いや、ちょっとでも、あれだね、違う地域に入っちゃうと、まだ対応できないね。マヌスかけといてよかった。戻ろう。一安心。麻痺か。やばいっす、それは。
でなきゃ。呪文唱えられないよね。あ、治ってる。え？マシン入ると治るのか。なるほど。なんか見た目的にメタパニとかやってきそうで怖いよね。見た目が。マフトーンか。怖くないわ。メタパニやられたらもう終わりよ。お金貯めたいから少しでも節約と。にっこりほほいなっていうのはマジやばいよね。戦闘中に。モンスターたちも別にこうやって出てきて目の前に立ちはだかるけど本当は戦いたくないのかもしれないよ。もしかしたら。ブリー上がった。キアリが覚えて。ワンチャン。キアリか。まあまあまあ。いいよいいよ。
ペブラマット。何覚えた？お、キラ。これはでかい。マジで。撒いてみよう。なかなか、これでマジで、本当に、あれだね、楽になるかも。よいしょ。後ろ二人でさ、腐ったアニマルゾンビを倒せるようになったらいけそうな気がする。二人で二発で倒せるようになったらね、ワンツーパンチで。MP が足りない。まずい。こいつらを倒さないとまずいから。こんな大量に出られたらちょっとビビる。あとは余裕。余裕を持って、寝ようか。ギラ打てたらマジで160でかすぎる。売り値どんなもんなんだろうね。この鎧を買うためにしばし時間かかる。HP ごついな、アニマルゾンビ。まあ、厄介ではないかな、いいけど。
これでなんか、マヌーサとか撃ってくる敵だったらマジで厄介だよ。だいぶ魔法が増えてきてる。キラービー出てこないかな。ギラで倒してやるよ。だいぶこの辺のモンスターに慣れてきた感じはあるよね。ちょっとさ、恋ミスライム呼ばせて。収入みたいなのあるよ。事故が怖いよね。そしたあんまり増えなかった。買える。買いに行こう。鉄の鎧を買いましょう。うわ、めちゃくちゃ上がる。
そう思ってるか。曜日できないんだよね、確か。これでだいぶ被弾抑えられるのでは。ちょっと売ろうか。あ、ここで売れる。いつも間違えちゃう。なかなかの金額。もう一個鉄の鎧を手に入れたいね。こうなったら。かなり上がってる。だいぶ減ってる。6ぐらい減ったかな。いいよ。ここでこそギラでしょう。1打目はいいよ。いいね。え、すぐお金貯まりそうだな。
間違えた。てててててれてれてててて。てて。試す時が来た。ついに。ギラ。弾かないやつもいる。ちゃんと AI が処理してくれてる。聞いてないやつに、モアの痛い一撃が、炸裂した。ありがたいね。レベル上がった、クイーン。抜かりなくいかないと死で怖いから。ギラ。威圧で倒せるようになったらいいよね。ナイス回信。仲間が瀕死なのににっこり微笑むな。ねえよ。なんかドラクエ3ってバランスいいよね。なんかプレイしててなんか思う。敵ちゃんと弱い、常に比べると弱い感じするけど、ちゃんと強い。バランスがいいんだろう。
よく燃えますわ。ゾンビが腐ってるから。ナイス配信。抜かりなくいかないと、マジで油断すると。ハンドみたいに仲間呼んでくれたらいいよな。ナイス確信。やめてそれ。非常に良くない。呪文は効くのでは。魔法は取りそう。攻撃は、かかることあるけど。マヌーサー撃たれなくてよかった。お、あと少し。だからちょっと魔法使えないから一旦寝よう。
よかったー。回復しといて。終わりに正解でした。抜かりなく行こう。レベルが上がった。待って、持ったっけ。まあ、革の鎧言ったら、これ入るんだろうけど。できれば、次に買う武器とか、したいよ。よし、買いに行こう。ちょっとその前に、確認したっけ？あ、確認した。開けられる。フェードの鎧。多分これもちょっと変えたいよね。革の鎧。めちゃくちゃ上がる。僧侶の防具もちょっと揃えよう。100ぐらいあればなんか買えるかな。
まずいです。非常に。あれ？治ってない。ちょっと。コウモリ男来い。入るように。お、命の木の実買ってあげましょう。しゃ、ありがたいね。何言ってる、見に行こう。ダメージ受けなくなってる。キラーのさー MP の消費えぐいよね。4でしょ。2ぐらいでちょうどいいと思うんだけどな。最近のやつは多分2ぐらいだよ。2か3。4じゃなかったっす。私何が言ってるのか。
甲羅の鎧、鎖帷子。入るか。ちょっとありな。鎖かたびらか。ルーラしたいから。まあまあまあ、キアリー覚えてるからね。怖くないんですよ。キアリー。2か。いいね。メアリー。しか、革の鎧装備できないんだよね。ビピトンって。ちょっとワンチャン。ここに売ってた。コピーできるかな。稽古着。できた。じゃあここで見て。はい。これで今の状態最強装備なのでは？防具関係は。どうだろう。武器関係もどうだろう。鎖鎌。ええならない。これでいけるかな。ちょっと行ってみようか。前に寝よう。できるだけ HP はね、多めに残していきたい。MP か。こんな感じで出てくるからね。Thank you.
ワンダタと戦うことになるから、準備万端でいかないとね。低すぎてな。右翼。ああ、ボロボロになるなんて。ついでに寝よう。こういう時に限ってめっちゃ出てくるやん、こいつ。キラービー。マジダンジョンのさ、BGM とかもめっちゃいいよね。
魔法トーンですか。行ってみよう。いや、前回とは全然違うね。強くなってしまったな。でも一発で倒せるときと倒せないときある。これが100発100中一発で倒せるようになったら、余裕だね。難しいやつが。眠らさせられるのかな。甘い息入ってくる。うち。会心の一撃。食いもむし。うわー、息吐いてくるタイプ。来た、ついに。息吐いてくるタイプか。だが。ヒアリーを使えるので、6消費しちゃったな。お、ちょっと待って、これワンチャンさ、ちょっとここで貯めて鋼の剣買うのありだな。1500くらい。ワンちゃんすぐ降りられるようにしておこう。でもワンチャン、じゃあどうだろう。いや迷うなー、これどうしようか。ワンチャン持ってる武器を売って変えたら変えたいな。
レベルも上がった。ユクラかによるんだよな。めっちゃ HP 上がる。一応ちょっとどういう感じの形状になってるか。でも真ん中ら辺で来られたら怖えな。やばいです。なくなったらちょっとまずいかな。でも戻ろう。やめて。毒の息えぐい、マジで。MP めっちゃ消費しちゃう。戻るか。行き過ぎちゃった。さて、いくらか。1500。できたら、あ、できる。じゃあ鎖がも拾う。じゃあその前に装備できないと思うけど、あ、できた。できるんかい。ちょっと待って、もうちょっと食べなきゃ。でもまあ、あと2回戦闘したら手に入るか。2回じゃない、4回、4回くらい。この辺で戦闘するか。ナイス回収。
キラー B4 体大量に出てきてくれたらな、4回で終わるのに。レベルも上がった。ワンチャンこれだったら売って買えるのでは。これでかなり強くなったのでは。貯めて。いや、金持ってるとほんとね、全滅した時のダメージがでかすぎて怖い。方向撃さえぐいよな。防御力が上げても意味ねえしな。
ちゃうでしょ。大堀男は怖くな。次のエリアからちょっと怖い。間違えた。ちょっと待って、もったいな。まあまあいいでしょう。食いもんし、毒エグすぎだよね。毒の息、なんだった。この塔には盗賊どもがいるらしいぜ。お前は違うか。それっぽい見た目してるけど、トゥ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 、消費がえぐい。こいつはもう別にも怖くない。めちゃくちゃおる。
めっちゃお金稼げる。名水ゲット。アイテム渡しそうか。そろそろブツでしょ。こんな感じ。開始。いいよ。準備しとこう。じゃあ絶対。おい、変な奴ら来たぞ。変な奴ら。よし、お頭に知らせに行こう。嫌な予感。よくここまで来れたな、褒めてやるぜ。だが、俺様を捕まえることを。どこ行きやがった。いた。ここでお前ら。しつこいエスラメ、やっつけてやる。うわ、強そう。待って、いけるかな。神田と古文から。オーケー。あ、まあまあいけそう。いや、防御してこれでしょ。おめりに集中フォークしよう。さすがにクイーンもここではふざけない。ナイス。まずい。意外とあっさり。意外とあっさりいけた。もっと強いと思ってた。まいった、金の冠返すから許してくれよな。はい、ありがてえ。あんたのことは忘れねえよ。装備品にある。飛びしようかな。飛びしちゃった。よしよしよし。
どういう気持ちで見るんだろうね。あれ、これわしの金の冠じゃ、感じで。思うんだろうか。はい。よろしい。では、これより、土師が、この王の城。マジかよ。王になっちゃった。新しい王様の誕生じゃ。土師を万歳。この姫と共に末永く暮らしましょう。ハッピーエンド、これ。しかして。王の気分。なんか、隠居してる。ね、話しかけに行こうか。アイテムとかもらえたりして。なんと、王様にされたのか。やれやれ、あいつはまだ悪い癖が治らんの。そういう感じのタイプなんだ。恩の冠つけてたから任されちゃった。ご立派になられました。褒められるっていいね。魔導士の杖は火の玉を飛ばして敵を攻撃できるそうです。しかも何度でも使えると聞きました。教えてくれるじゃないか。王様も悪くないじゃない。王様だから逃げてた。来ないから。パンダタを逃がしてやったんだってな。王様、あんたは甘いよ。甘かったかな。でもあそこで逃がさないって言ったら多分。逆にやられちゃうんだよ。王様、お願いでございます。遥か北の村ノアニールをお救いくおどおくすお、おすお救いくださいまし。お救いくださいまし。仕方ない、救ってやろう。もうその前にちょっと探索だ。遥か北、前の王はどこ行ったんだ。敬われるっていいね。まあ、私のような旅の者にまでお声を。感激ですわ、王様。王様は三河市の服を知っていますが、ムニアールで売っていたらしいですよ。なんだ。出してもらえない。まだ来ませんか？おかしいな。毎日商売できるのも王様のおかげでございます。王様は税金をもっと安くしてください。前の王様が格闘場の方に降りていくのを見ました。
あの野郎。かけごとしに行ってるわ。お散歩ですか？そうです。どこだ王様は。どうしてこんなところへ。王様のような方が来るところではございません。その前話聞かなきゃ。まあ王様ご機嫌麗しゅうございますわ。いい情報聞ける王様と。かけごとも滅相もない。私は見ているだけでございます。ふがふが。どひゃー。王様はいいや。こんなおもろいと思わんかったわい。いいえ。いやじゃ。はい、わかった。どうしよう、そなたはやはり旅を続けるのだ。いいえ。よし、じゃあ、神田田のね、討伐も成功したことだし、一旦ここで終わろうかな。見に来ていただいた方、ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。